してんのかな、うん、あれよっちとはじめさん撮影してたはずなんだけど、あれ本当だね。んこれ何、これさ、よっちのじゃない？本当だ。携帯置いてどっか行っちゃったのかな。ねえ。携帯置いてどっか行ったから本当よっちらしいでね。本当だね。ちょっとさ、うん、これさ、なんかさ、アプリ変なの入ってっかもよ。見てみる？お主もあるよな。え、何このアプリ？やばい。え、これリアアカじゃない？うん、あ、本当だ。これ漫画の？え、アプリあるの？ちょっとだけ開いてみない？お主もあるよな。うんおリアルアカウント？おゲームのアプリか。ああゲーム、楽しそうじゃん、やってみようよ。えいえ、何ここ、なんで今までスタジオいたよね。ちょっとやばくないここ、どこここ、どこここ、よし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 、あれえっちゃんえっちゃん、まさかはじめさんに、何のことっていうか、何ここ、いやここどこ、いやーなんかリアルにリアルアカウントをなんかね参加させられたらしいの。ごきげんよう、よっちくんの言う通りここはリアルにリアルアカウント。皆さん、IT ゲートクラブにご参加ありがとう。今から罰ゲームをかけて、このゲームをやってもらうので、よろしくね。はーい、いやいや、なんでやねん。っていうか、IT ゲッタークラブって何？今から渡すヒントをもとに、制限時間内に ID を入手してくるっていう超簡単ゲームよ。超楽しそうじゃん。だからなんでやねん。まあでもさ、みんなでやれば一瞬じゃない？なんなんなん、3人でやったら罰ゲームの意味がないでしょ。今回は3人バラで勝負してもらうわ。制限時間内で入手した ID の数が少なかった人が負けね。よーし、やったるぞー。えっちゃん、こちらりっちゃんです。よっちがやる気満々の模様です。仕方ありませんね、さっさと片付けてしまいましょう。では最初のヒントよ。3時間以内に6つの ID を回収してちょうだい。準備はいいかしら。スタート。編集部でリアアカの編集部しかないよね。よーし、早い者勝ちだー。